みなさんこんにちは、だいちゃんがんばチャンネルです。今日はピーパラのハイスケッカとひなママさんからもらった友知恵を紹介します。はい、では、はい、まず、今回ここ何日かでね8回プレイしてきました。はい、まずそれからいきましょう。ミレイ冬ローファー、はい、ミレイ冬制服、そしてブリティッシュジェイエンドパンプス、はい、そしてときめき花火浴衣ワンピ、はい、それとときめき花火浴衣シューズ、はい、涼しげ花火浴衣ワンピ、はい、そしてきらめき花火浴衣シューズ、はい、そしてドリチケですね、はい、ドリチケはぶっちゃけサマーアドベンチャーコーデ、はい、これで8枚ですね、はい、8回プレイしてきました、はい、限定のこれは悪性でいいのかな、違反チケットですね、違反チケットこれ1枚、はい、3回だけできるんだよね、うん、はい、でその次が、あ、ちなみにこれ違反チケット、レベル20で違反チケット部屋悪性、1って書いてありますね、 1枚目です、はい、その次です違反チケット98、はい、これが2回目のプレイの時ですね、はい、で次がこれですね、違反チケット199部屋悪性、はい、でこれ以上あるかなと思ったけどないですね、199までですね、これがレベル30、そしてこんな感じとこんな感じとこんな感じ、今回サードライブだっけ、うん、サードライブ、まあ先週もやってるんだけどね、うんうん、はい、昨日やってきたのはこんな感じです。はい、ドリチケの友チケ、こんな感じです。はい。はい。制服着てます。そうですね。以前ミルコレでこのようなリトルガールピクニックドレス、はい、これが当たったんです。以前って言ってもまあ2週間ぐらい前かな、動画でアップして、それでこのコーデスカートだけが出たんだよね。そうしたら。見ていたひなママさんがこれのコーデありますよって、これはプリパラレアです、はい、このコーデをくれるというので、申し訳ないんですがいただきました。はい、で届いたのでこのまま紹介したいと思います。はい、はい、ではこんな感じです。リトルガールピクニックトップス、はい、このスカートに合うトップスですね、はいはい、リトルガールピクニックブーツ、はい、これで、はい、ミルコレと一緒にコーデが揃いましたね、はい、こんな感じになりました、はい、はい、これでプレイできます、はい、ね、このコーデでプレイしていきましょう、はい、ね、で今週中に動画アップしましょうね、はい、はい、友知恵交換トップスなんか中、うん、中チューブとこれなんだ、四国か、中国四国か、うん、中国と違う国じゃん、違う違う、その中国じゃない、中国地方の、あ、そういう意味で、はい、あと四国ですね、四国っていうのは日本の、なんていうの、日本のどっかにあるの、うん、どこからよ、ね、向こうの方、はい、では行きます、プチデビスイートトップスですね、はい、そしてプチデビトップス、なんか色が違うだけ、そうだよね、まあこんな感じですね、はい、はい、それとプチデビスカートとシューズですね、のシューズ、はい、これは S レアですね、全部ね、はい、それで、コーデが揃ってます、はい、すごいね、コーデ揃ったままくれるなんて素晴らしいです、素晴らしい、ね、
で、ひなままさんは、まあまあまあ、落ち着いてひなままさんは今ファンタジーアイドル、ファンタジーアイドルだ、ユナより上、はい、今ひなままさんファンタジーアイドルで、ユーちゃんより上ですね、はい、ランクは2個ぐらい、はい、神アイドルで1個上かな、どうだろう、1個か2個ぐらい、うん、それとともちけもいただきました、はい、ともちけはこんな感じですね、これはねリトルガールピクニックコーデです、あ、そのコーデのやつもらった、そのコーデのやつをもらったんだね、メルシーフルーバードアクセだ、これ持ってるヘアアクセ持ってる、これですね、それと今度はこれはなんだ、ハレハレ、パラソルヘアアクセント、ハレハレパラソルトップスとスカートとシューズですね、はい、はい、こんな感じです、プリントもつけた、こんな感じですね、ではひなままさんから、大ちゃんがんばチャンネルに、送っていただいた手紙です、はい、はい、では読んでみます、大ちゃんがんばチャンネル様、いつも楽しく動画を見させていただいているのでお気持ち程度ではありますが、お品の送ります、お品を送ります、喜んでいただけると嬉しいです、同じマイマネということで、そうなんです、ゆうちゃんと、ひなままさんは同じマネージャーなんです、緑の鳥なんですね、で喜んでいただけると嬉しいですって、はい、売りチケも同封させていただきました、本当にありがとうございます、はい、コーデ、すごいね、コーデが揃っちゃいましたね、そして、持っているものでしたらポイして大丈夫ですよ、いや、もっと言わせばんたく、そうですね、うん、じゃあひなままさん、よかったです、ゆうちゃんまだ持ってないものが結構あったみたいなので、それはそれは良かったです、ありがとうございます、感謝しております、はい、じゃあポイはしません、しません、はい、で使わせていただいて動画でアップさせていただきます、はい、で友知家も同封してね、たくさん使ってやってくださいって書いてあります、はい、これからも動画投稿頑張ってください、ひなままより、でまたご縁があればトレードや友知家交換よろしくお願いしますと書いてあります、はい、嬉しいですね、はい、嬉しいです、プリパラなんだけどアイカツです、今回は、ひなまま様よりお手紙ね、すごい心のこもったお手紙と友知家が3枚リチ家、マネージャーが同じだから使えるんですよね、いろいろと使い勝手がまああるわけです、うん、プリパラレアのコーデが1コーデ揃いましたね、はい、はい、ゆうちゃんなかなか揃わないよね、うん、ドリームシアターやらない限りね、うん、はい、こんな感じでよろしいでしょうか、ひなままさん、はい、はい、でこちらからも作品として何かお送りしましょう、はい、いいでしょうか、はい、はい、今回は今週の排出結果とひなまま様よりの、プレゼント品ですね、はい、はい、では今回はこれで終わります、これでしょー。